ヘビよ、聞こえるか。わしはジ・エンド。貴様に本当の終焉を見せてやろう。最後にはもってこいの獲物だ。はいどうもこんにちは。私はメタルギアソリッド3でね、まあ、普段は配信メインで、活動しておりますゴーと申します。よろしくお願いいたします。今回なんですけれども、まあなんというかジエンド戦ですね。こちらのまあちょっと一般的な攻略とは違った逃げられちゃった場合に、まあ結構ねみんな頑張って探して頑張ってね追いかけてとかそういう感じで倒している人もいるかと思うんですけれども、まあそんなことせずにね簡単に逃げられたジエンドをとある一定の箇所におびき寄せて倒すことができるという、まあ、ちょっと裏技的なね技がありますんでね。これね私が知る限りはまあ、多分他の方の動画とかで紹介されてないかなと思いますので、まあ、で、みんなが紹介してるようなことやってもしょうがないんでね。まあ、知らないであろう、小技みたいなのね、ちょっと紹介していこうと思います。まずはこれは、まあ、普通の、いわゆるジエンドハメですね。普通にやった場合どうなるか。基本的には、まあ、この高台の位置まで行って、背後取って、麻酔タバコ投げて、ホールドアップ麻酔タバコ、スタングレネードみたいな組み合わせで倒していくんですけども。まあ、この時ね、スタングレネード3つあるんですけれども、いわゆる、ま、タイムアタックとかする場合は、絶対この前にフィアー戦でね、1個スタン使うんで、今回はいつも通り、2個スタン投げて、スモークっていう形でやっております。まあ、詳しいやり方は他の方の動画とかで紹介されてますからね。これはあんま特に言うことないかなと思います。で、追撃でタバコをかけて、殴ってタバコ。これで普段は倒せるんですけどね。今回は倉庫外部でのドラム缶爆破のダメージ入れてないので、その後追撃して倒すという。まあ、これが、いわゆる普通のジエンドハメの方法なんですけれども。まあ、これがね、うまくいかなくて逃げられちゃった場合。タバコ吸われて、まあ、今回ちょっとあえて逃がす感じなんですけどね。この南部の高台から、西部の方に逃げちゃった場合は、まあこっち側はね、割とジエンドの位置が近いんでね、確定で、そのまま追いかけていいかなと思います。で、ジエンドの位置探るのにはサーマルで足跡を見たりとか、またマイク使ってね。まあこれもろに見えてるけどね、ジエンドが。マイク使ってまあジエンドの声が聞こえたら、このマップのどっかにいるな、みたいな感じなんですけども。まあ西部はね、あの高台から移動した場合はほんと近くにいるんで、そのまま追いかけてっていいかなと思います。まあこれちょっと、ハメできるかなと思ってスタン投げたんですけど、まあ、うまくいかずと。これで、北部側へ逃げますね。で、この北部側逃げた場合っていうのが、本当にいろんな位置にジエンドが、もう、ランダムで行っちゃうんで。まあ、一応ね、いつも通りのやり方だったら、ちょっとサーマルとかかな。サーマルつけて、足跡を見て、これだとちょっと近いんだけどね。これマイクを向けるとめちゃめちゃジエンドの声でかいと思うんで、まあ、近くにいるなぁと。この辺なんとなくね、やってると足跡の位置とかでね、あ、遠く行ったわとかすぐわかるんですけど、まあ、今回じっくりと
こんな感じで、まあ、近くにいたぞと、こっちも向いてないぞっていうことで足音を消して近づいて倒しますけども、まあ、ちなみにこれ難易度はヨーロピアンエクストリームなので、いわゆるコナミコマンドですね、それでマップにジエンドが各表示されるっていう技は使えない状態です。まあ、今回のこのケースはねうまくいったんですけど、問題は遠くに行った場合、この北部に逃げて、サーマルで足跡を見たら、これはもう遠くに行っている感じですね。一直線に向こう側まで。で、一応マイクも向けてみて、声もかすかに聞こえるけれどもって感じで、まあちょっと今回もろに姿見えてますけど、まあだいぶ遠いなって感じですね。でもちろんこっからね麻酔銃とかで撃ってもいいんですけれども、基本的にダメージソースとしてはやっぱり麻酔タバコが一番優秀なので、近づいて背後取って吹きかけたいなーってところですね。で、これ無理にこのマップで近づこうとすると基本的にはまあ撃たれますね。なので、一旦、まあ、西部経由して、最初のマップですね、南部のマップに戻ろうと思います。今、北部にジエンドいるんですけれども、まあ、ちょっとあの位置だと、ちょっとたどり着くまでが長いなということで、南部に移動して、まあ一応ね、マイク向けて、まあ北部にいるんで、ここで音は聞こえることはないんで、ここのマップにジエンドがいないということは確定なんですけれどもね。で、ここで、サプレッサーをつけていない銃ですね。それをこの、まあウサギさんがいる付近、この木からウサギさんに向けて走りながら、まあ2、3発パパーンって打つと、そこだって撃たれたんですね、今。いないはずなのに。いないはずなのに、南部マップの高台の、今赤い丸あった、ありましたけどね。あそこになぜかポップするんですね、強制的に。あの位置で実弾を発砲すると、ジエンドが他のマップにいるはずなのに、なぜか南部の、あれは北東の高台かな。そこに強制的に、ポップするようになりますんで。まあそこに向かって今行ってますね。この技を使うとですね、本当に逃げられて探し回って追いかけ回してっていうことがなくなるので大変便利ですね。非常にやりやすい。さあ南部の高台着きましたね。一応マップ開いて現在地見ましょうか。で、この時、ジエンドがですね、この、右側の影にいる時があります、稀に。その時だけこちら側を向いているので、ちょっとね、わざと一発撃たせて、そこを接近して麻酔タバコみたいな形になるんですけども、そこを確認して、そこにいなかったらもうね、もう、よそ向いてるんでね、どこ行けも。こうやって後ろ簡単に取って、倒せると。これ本当にね、使える技なんでね、ぜひとも逃がしてしまった場合は皆さん使ってみてほしいなってところですけど。で、なんなら最初のハメ技を使わずにね、それだけで倒しきろうという。とりあえずね、この南部にいるジエンドを他のマップに移します。南部にいる状態でやっても意味はないんですね。他のマップにいる時だけなんで。なので南部からとりあえず追い払って、まあ、普通にやる場合は南部にマイク向けてね、まあ、ジエンドの声は聞こえないことを確認してからやっていただく必要があるんですけども。で、ここの武器庫にね、実弾銃の弾たっぷりありますんで、無駄遣いしても全然 OK です。で、このウサギさんとかいるところで、バッキュンバッキュンと鳴らしていきますか。なかなか出ないね。
これね、マップ移動させた直後だとなかなか反応鈍いんでね、まあ適当に打ってればそのうち打ってくるんで、で止まった状態で打つとジエンドの狙撃当たっちゃう可能性ありますんでね、あのそこは走りながら移動しながら適当にバン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 打てばいいかなと思います。まあそうしたらまず当たらないんで、さあ高台いつもところでまずは右側確認、いないなということが確認できたら、まあこうやってね足音消して歩いてれば勝手に右か左かからジエンドの声聞こえてきますんで、だいたいここやなって、ちょっと見づらいけど、まあ、スイカワーク吹きかけて、でジエンドを走り出すと無敵時間がちょっとありますので、一定距離離して、目指しはこの木ですね、木の付近で立ち止まって追撃できますんで、だいたい 45% は減らせてるかな、これで。で、ジエンド、向こうのマップね、北部マップか。行っちゃうんですけど、まあもちろん近くにいる場合もあるんですけれどもね、その確信はないですし、まあその確率も低いかな。よっぽど運がないと。なんでそのまま降りて、また発砲して繰り返して、撃ってきたのを確認したらまたポップしてますんで、また行きましょうと。まあ時間はかかるかな、ハメをね成功させるのが一番なんですけどね、失敗しちゃったりとかね、あとはちょっとハメ技やったことないよっていう、あまりやり込んでない方でもこの方法を使うと本当にジエンド戦が楽になりますね。頑張って探して頑張って追いかけてっていう、そのやり取りが一切なくなりますんで。もう一回で削り切れるかな。まああとは同じ光景なんでね、ダーッと4倍速でいきますけど、さあというわけで次元度おっつーって感じですね。なんと、終了と。まあ動画的にここでまあ紹介は済んだんでいいんですけど、ちょっとこれで軽いいたずらを考えたんで、まあここね逃げるところにクレイモア置いとくっていうのはまあまあどうでもいいんですけど、これジエンドポップする位置のスナイピングポイントにですね、クレイモアをあらかじめ置いときます。それでポップした瞬間にあいつ死ぬのかなっていう実験ですね、あくまで実験です。だいたいこれでどこのスナイピングポイントにポップしてもクレイモアの判定にはいきますね。まあちょっとここ降りるの怖くてゆっくり歩いてますけど、さあどうなることやらって感じですけどね。さあジエンド死ぬかな、死にましたね。まあまあこんな遊びはまあいいとして、まあ、とりあえず攻略としてすごくね、あの使いやすい攻略だと思いますんでね、もしジエンド逃げちゃったってなった場合はぜひこれ使ってみるといいかなと思いますね。まあおそらく他の動画とかでは一切紹介されてないかなと思うんでね、今回紹介させていただきました。もしね知っているという方がいらっしゃいましたらですね、低評価ボタンをポチッとなとしていただけると。あの、普段、あの、高評価、低評価、あまり気にしないんですけどね。だから逆にアンケートとして使ってみようかなと。まあ、知ってる方は別に、高評価を押しても押さなくてもいいんですけどね。ただ、低評価を押さないでください。知ってる、あの、知らない人は。
知ってる人のみ低評価押してください。これもちろん僕のあの普段のね、ライブ配信見て、これ知ってるよっていう人はちょっと除外させてもらいますけど。ちょっとね、興味があるんですよね。これ、どれくらいの割合で知ってんのかなっていうのがありますんで。まあ、その辺ちょっとアンケートとして、低評価ボタンのアンケート、ご協力いただければなと思います。知らなかったよという人は、まあ、高評価を押すか押さないかはお任せします。低評価は押さないでください。知ってたよという方のみ、低評価ボタンをポチッとお願いいたします。というわけでね、あんまり3の動画ももうだいぶいろんな人が出し尽くしちゃってる部分があるんでね、あんまり出すかなどうかちょっとわからないんですけどね。まあ、何かこういうな解説欲しいとかね、なんかここのやり方教えてくださいっていうのあったら、リクエストいただければもしかしたら作るかもしれません。それではご視聴ありがとうございました。またねー。